もなく現場到着です。煙は漂っていますが、やはり火事のものではなさそうです。発煙筒か何かいたずらによるものと思われます。本部了解。一応現場での確認をお願いします。やっぱりいたずらだな。何も燃えちゃいない。なんだってこんなバカやるんだろうな。俺らが大騒ぎすんのを見たいんだよ。あ、おい、あそこだ。これって…なんだよ。うわ、なんかすげえ嫌なんだけど。でも俺らが見ないわけにいかねえだろ。日本の刑事裁判はその 99.9% が有罪となる。そんな中、かつて弁護士だった俺はある殺人事件で万に一つの無罪を勝ち取った。大したもんだと褒められた。けどその結果、一人の女の子が殺された。法廷の取りこぼした真実の陰で、万人に公平なはずの法がいつも完璧に機能しているとは限らない。そんな時、助けを求める声を探すのが今俺の仕事だ。クイズでも出してくれよ。面白いやつ。張り込みなんていつまでかかるかわかんねえんだ。恵子ちゃんも退屈してるぞ。わかった。じゃあいいやつ考えるから少し時間くれる？なるほど、クイズ考える間静かにしてろって。この野郎、それじゃ何にも変わんねえじゃねえか。あの、カイトさん、私も今クイズとかの気分じゃないです。いや、だからその気分を変えようぜってんだ。ケイコちゃんな、そんなんだからネットで会った男なんかに騙されんだぞ。そんなの関係ないですよね。それにまだ本当に騙されたのか分かりません。そうだよ、あんまいい加減なこと言わないの。大丈夫だよ恵子さん、うちはね、何よりも依頼人の心に寄り添う探偵事務所なんだから。やっぱり私、八神さんに依頼できてよかったです。へいへい、そりゃようご存知って。康介くん言ってました、お昼はいつもファーストフードばっかりだって。ああ、さっき店に入ってから20分くらいか。そろそろ出てくるんじゃない？どうですかね、心配です。野菜もちゃんと取ってるかな。なあ恵子ちゃん、なんであんたみたいな子がネットで知り合った男なんかといきなり会ったんだよ。いきなりじゃないです、時間をかけてやり取りしたし、コウスケ君は同僚なんかよりずっと私を分かってくれました。私のことすごく大事に考えてくれてたんです。そんな男がデートでぼったくり店に連れてくか。
神室町で。きっと彼もそんな店だなんて知らなかったんです。そうか。だとしても女の子に会計全部押し付けるとかありえねえだろう。だって彼まだ大学生だし。それにもし私、恵子さんが店に請求されたのは120万で、80万は払って残り40だったよね。どのみち簡単に払える額じゃない。ええ、だから康介君も足りない分は風俗で働くのが一番手っ取り早いかもって。そうじゃねえ。要するに康介とそのぼったくり店は初めからグルだったんだ。で、女の子に払えねえ額ふっかけて、しまいには風俗で働かせる。この町じゃよくある手口なんだよ。まだそうと決まったわけじゃないです。だいたい神室町はなんでそんな店をほったらかしにしてるんです。ぼったくりには警察も動き鈍いからね。民に不介入っつって。でもだから源田先生に相談したのは良かったと思うよ。あそこの弁護士事務所、神室町長いから。で、荒っぽい案件はうちに回ってくるわけだ。おかげで今日も仕事にありつけた。よかったですね。恵子ちゃんには気の毒だがよ、康介って野郎は全部承知であんたを罠にはめた。その辺分かってくんなきゃ助けようにも助けらんねえ。なあ、そうだろ、タボ。まあ待ちなって、カイトさん。まだ調査の段階だよ。あ、ほら、噂の康介くんだ。康介くん。まずは彼が実際どんなやつなのか後つけてみる。二人はここにいて。やっと楽しい時間の始まりだ。慎重にね、タボ。聞こえるな、タボ。尾行は久しぶりだろう。腕がなまってんじゃねえか。まさか。ちゃんとお手本見せてやるよ。口だけじゃねえだろうな。ここは慎重に行こう。海藤さん、対象者が新顔と接触した。これから証拠を撮影する。了解だ。
カイトさん、カイト。おお、届いてるぞ。え、誰なんだ。それはこれから探りを入れる。いやでも本当久しぶりだよね。だってコウスケ先輩、最近全然サークル来ない今日だって。たまたま先輩っぽい人を見かけて。ごめん、最近忙しくってさ。予定があるなら仕方ないですけど、先輩が来なくなって辞めちゃった女の子も多いんです。え、それはまずいな。そうしてもらえると助かります。何？あまりいろんな子に気を持たせるようなことはしない方がいい。先輩は知らないかもしれないですけど、女の子同士の喧嘩がすごかったんですから。いつコウスケ先輩の方に矛先が向くか。え、それは怖いね。じゃあこれから用事あるんで。はい、絶対サークル。事務所の鍵閉めたっけ。気のせいか。あ、おい、あいつ八神だ。この間、兄貴の浮気を奥さんに報告した探偵。ああ、覚えてるぞ。あいつのせいで俺ら兄貴にめっちゃ八つ当たりされたんだ。おい、八神、てめえぶっ殺してやる。ここで会ったが100年目だ。やれやれ、相変わらず物騒な街だね。金下ろしとかないと。
この後の予定は。カイトさん、新しい写真送ったよ。おお、届いてるぞ。なあ、タボ、コウスケの野郎、やっぱ黒なんてやつが下ろした金、まあまあの額だぞ。いや、まだ金を下ろしただけだ。まだ特に変わったとこはない。普通の学生が暇つぶしてるって感じだ。奴はどこに向かってんだ。さあ、あ、今ちょうどビルに入ってく。ああ、兄さん、待った待った。ここは一元さんお断りだ。え、なんで。ああ、なんでもクソもねえだろ。帰んな。おら、何やってんだ、早く行けって。この野郎、通報すっか。ちょっとそんな、このビルって何なんすか。関係ねえだろ、出てけっつってんだ。こりゃただの雑居ビルじゃないね。
サボ、どうなってる？ん？あ、オッケーオッケー。なんだそりゃ、コウスケはどうなった？まさか見失ってねえだろうな。今ちょっと手が離せないけど、とにかく大丈夫。